ここでやめとくか、最後になんかやる？どうする？どうしようかな。なんか、姫が一番好きなのって何？ルーナ、エアホッケーするの。あ、いいよ。これで勝つの。エアホッケー。いいよ。これで勝ったのが今日の勝者ということね。わかったのは、これね。はい。で、最終勝負、これね。オッケー。10点、10点にする？あ、10点があった。うん、じゃあ、これで。オッケー。よし。これはね、これちょっとね、難しいから。うん。そうだね。あ。行くで。ルナ青か。オッケー。ちょ、なんか結構前出てくるんだよね、クロちゃん。クロちゃん。もうちょっと、後ろ下がり。これ、おら！やだ！入った。
わかんない、まだわかんないよ。まだわかんない。あ、じゃあ、やるのね、何も知らんのよ。この子がね、この子は自滅しまくっていたもんね。いや、これ難しい、難しいんだけど、本当に。そう、難しいんだけど、あんなに自滅するの初めて見たのな。でもいいもの見せてあげれたかな。すごい。面白すぎたのな。姫の笑顔がね、あの、一番の宝物だから。あ、コロちゃん、あ、じゃあ、コロちゃん、今のわざと、そんなね、ちょっと自慢するところ見せてくれたのかな。うん。そうだよ。姫の笑顔が見たかったからね。そういうことなのはね、そうだ、なかなかね、自滅ってそんなするもんじゃないかな。ちょっと今びっくりしたのよね。うん。そうだね。うん。わざとね、あの、姫の笑った顔を見たくてね。あ、すごい笑顔なったのら。よかった、よかった、わざと負けてる。あ、あ、いいの？あ、うん、お、あ、わざと負けてくれたってことで、はい。わかったのら、ありがとう！ありがとう！またやろう！またやろう！またやるー！今日はありがとうなのら。あ、姫も、みんなもありがとう。ありがとう。お邪魔しました。はい。じゃあ、最後は、一緒に挨拶したいなら。いいよ。では、敬具。敬具じゃない。なんで敬具終わってるの？あ、そっか。あれ、敬具。あ、背景、背景？お手紙読むの。あ、じゃあ、コースが、コースが敬語って言うから、うん、あの、今日の感想でまとめて、姫、うん、から言って。うん、わかった。いいよ。はい。うん。はい。え、敬語？あ、今日の、ね、感想を言った後に、コーネが敬語ってつけるから。か今日は、うん、コロちゃんとね、久しぶりにね、はい、ね、はい、遊べてすごく楽しかったのら、めちゃくちゃ笑顔にしてもらいました。うん、次もまたね、うん、一緒に遊びたいな。敬語、うん、いい感じ？コーネも、また遊びたい。やろ？やる！何か。やる！はい、ありがとうございました。ありがとうございました。